こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは明星食品明星チャルメラカップバリカタ豚骨になります。はい、この超極細バリカタのフライ麺の名作チャルメラカップ博多バリカタ豚骨の後継商品じゃないですかね。あの商品の良さを受け継いでいていただければ今後バンバン食べますって、ぜひよろしくお願いいたします。今回もいただきます。博多バリカタの後継ですね。これから末永くよろしくお願いいたします。明星食品明星チャルメラカップバリカタ豚骨でございます。はい、それではまずは一口いただきます。豚系の香りがしますね。この白い麺、美しい。ノンフライ、バリカタノンフライ。はい。なんと言っても歯切れ。うん、うまい。めっちゃ熱い。60秒ですからめっちゃ熱いんですけど。これ60秒戻しなんで、今回も早めに麺をいただいちゃおうかなと思います。はい。ということで、この商品を楽しむためのポイント参りましょう。この商品のポイント。はい。まずは、ほっとするような安心感を提供するチャルメラカップ。あ、そうなんですか。わかりました。そういうことなんですね。安心感。でもね、やっぱこのバリカタ系ノンフライって言ったら、明星さん絶対的な安心感ありますからね。はい。次、豚。ホタテ、フライドガーリック、黒胡椒を合わせたスープ。おお、なるほど。ホタテといえばチャルメラのコアコンセプトですからね。ここは外せないですね。はい。次、豚とニンニクの旨味を効かせた調味油で仕上げるホッとする一杯。あ、最後、調理工程で入れた小袋ですかね。はい、承知しました。確かにニンニクの感じします。はい。ということ。おしゃべりしながらいただきます。それでは早めに麺をいただきます。うん、なんかこの黄色い筋が入ってるの、これ柑橘系ですかね、わかんないですけど、野菜かな。キクラゲ入ってない？キクラゲ。あ、紅生姜が入ってる。キクラゲみたいに感じたのはなんだ？ニラかな？紅生姜かな？どっちかな？うん、はい。確かに大人向けの味付けですよね。それが紅生姜と多分ニンニク、あとニラあたりだと思うんです。まあ、うん、大人向け。はい、あらかた麺はいただきました。本当に素晴らしい歯切れの良さと、癖が本当にないので、まあこの明星さんのノンフライバリカタ本当に美味しい。はい。それではこの商品の概要を、いつも通り動画の説明欄に書いてありますけれども、そこから気になるところをトークで補足いたします。まず製造は、明星食品さん、東日本明星の埼玉工場。こちら本当に明星さんのいろんなものをお作りになっている工場で、ちょっと明星さんのこの埼玉工場の歴史とかを調べてたんですけれども、8年ぐらい前に新しい塔が竣工したみたいで、その当時で明星さんの商品の 60% を製造って書いてあったんですけど、今多分この工場で製造してるの多分 60% どころじゃないと思います。もっといっぱい製造してるんじゃないかな。はい。発売日は2023年の8月の7日。このタイミングでチャルメラで出てたいろんな商品が同時にリニューアルされたみたいなんですよね。そのうちの一つがこのバリカタ豚骨。博多バリカタっていう名前からバリカタになりました。はい。価格は236円。このクラスのカップ麺の標準的なお値段。あ、求めやすい。うん。麺種別はノンフライ麺。極細バリカタのノンフライ麺っていうのは本当に明星さんの独壇場と言いますか。
パパッと出てくる商品名だけでも、ファミマルさんのネギどっさり豚骨ラーメンとか、あとはセブンさんのセブンプレミアム名店紀行の博多だるまさんとか、このリニューアル前のチャルメラカップの博多バリカタ豚骨とか、他になかなかこのジャンルでライバルがいないような状態ですね。明星さん独走してるイメージ。はい。内容量は 66g、麺 50g。エネルギーは 266kcal。三大栄養素と食塩相当量を見ますと、脂質が低いですね、やっぱりね。ノンフライっていうところはこういうところに効いてんのかなと思いますね。はい。ということで、以上、この商品の概要でございました。本当に夢のような噛み心地の麺の時間が終わってしまいました。あとはもうスープを楽しむだけなんですけど、やっぱり麺で極細割り方っていう引き出しがあって、それが圧倒的に強いんで、おそらくは明星さんもその麺を生かす商品っていうのをたくさん開発されてて、それ自然と九州ラーメンで博多ラーメンだっていう方に行きますから、場数を踏んでどんどんそっちが得意になっていきますよね、やっぱりね。素晴らしい好循環ですね。これの一つ前がチャルメラカップの博多バリカタ豚骨っていうやつでしたけれども、大体このカップ麺の世界で細麺だとかバリカタだとかっていう話が出てくると、当たり前のように出てくる商品だったんですよね。だから必ず比較対象になるみたい。それを引き継いでるんで、この子はまあ頑張っていただきたいなと。それからチャルメラっていうブランドは皆さんご存知の方も多いかと思うんですけれども、おそらく明星さんの中で主力ブランドなのもそのままなんですけど、おそらく最大商材じゃないかなと思うんですね、カップの世界では。で、その特徴はホタテの旨味と特製スパイス、この商品にもそれはいかんなく発揮されてるかなと思いますんで、今再生リストでブランドで明星食品さんのチャルメラまとめてありますけれども、ご興味がありましたらそちらをご視聴いただければ。で、この後在庫状況が苦しくてまだ買えないんですけど、宮崎から麺ぜひ食べたいなと思ってますんで、その後も食べたいものがまだまだいっぱいあるんで、チャルメラは徐々に動画を増やしていくと思います。よろしくお願いします。この麺がやっぱり魅力的なんですけど、スープはね、まあまあ言いたいことあるんですよ。ただお値段考えると236円で、ここまで美味しい麺があって、これ以上まだ望むのみたいなところありますね、正直。お値段考えればコスパ十分、もう、お値段以上のコスパじゃないかなと思ってるんで、スープに関しても具材に関しても、まだやりようはあるかなとは思うんですけど、それ以上望むのはちょっとお値段からすると高望みすぎないかなっていう気はしてます。自重した方がいいんじゃないの思います。はい、はい、残りこれだけになりましたので一気にいただきます。美味しくいただきました。やっぱりこの商品食べたくなるときは、明星さんの極細バリカタノンフライ麺を食べたくなったときですので、それはもう今回も十分楽しめました。はい、ということで美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、リスペクトタイムです。今回は明星食品明星チャルメラカップバリカタ豚骨いただきました。明星さんのバリカタノンフライ麺は堪能しましたよ。はい、しつこくないしね、癖がないしね、その上歯切れは抜群ですしね、食感が何しろ美味しい。一方で実食の中ではあまり言わなかったですけど、スープの方ですよね。やっぱりチャルメラっていう背景があるのか、豚骨以外で味ついてる部分っていうのがやっぱりスープを飲むと感じるので、もしかしたらそれ博多っていう言葉を外したのはその辺なのかなっていう気もしないでもないんですけど、ホタテの感じとかね、香辛料の感じとか、やっぱりチャルメラらしさっていうのはしっかりあったんですけども、あとニラとか紅生姜とか、確かに博多っぽいというかね、九州っぽいところもあったはあったんですけど、いろんな味にちょっと浮気しちゃって、結局君はどこに行きたいのみたいなところがちょっとわかんないんですよね、スープだけ飲んでると。っていうところがスープ飲んでて思ったところなんですけど、いやこれでも236円ですから、そこまで行ったら贅沢ということで、今回も大変美味しくいただきました。これからまたリピートすると思いますので、末永くよろしくお願いいたします。ということで大変美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。
カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。